はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト6-4を続けやっていきたいと思います。もう唯一ね、やってよかったなと思ったことがあって、ここね、すべてを知る者を倒してね、まあ途中で諦めなかったおかげでこういうダンジョン行けたんですけど、ここから先自分知らないっす、マジで。まあ今までも知らないけど。なんなんこれ。メダル王？あ、違うな。敵いんのかな？あ、ガンディーノじゃん。敵いんのかい？何？一体何出てくんの？は？嘘？そうです。いきなり襲ってから来たんですけど。あれ天空、あれ？ああ、天空の剣。天空の剣。誰に持たせたっけ？まあ、正面か、ギガスラビッカー。嘘。早いね。いきなり襲ってきたらやばいのかな。風の精霊2体出てきてる。硬っ。なんかうえー。さらに凶悪じゃん。クリフトやられてどうしようもない。ちょっと待って、やり直そう。はい、再びここまで来ました。とりあえず祈りの指輪で回復して、天空の剣持ってるんで、なんだあの精霊って。うわー、またなんかある。またある。ボスいいんじゃん絶対。奴隷兵士。99でもきついっすよね。地獄だな。ああ、なんだそれ。なにそれ。ちょっと待って、これ戦わない方がいいな。雑魚キャラがもう地獄すぎんじゃんこれ。なにそれ。あ、当たりだね。いやうそーんだそれ。また出んの？嫌なんですけどマジで。ああ、風の精霊あんなに効くわけねえか。マニアやってみよう。マニアの姿に見とれてるだけ。ロックブーケかお前は。流し目とかさ、まあ効くわけねえか。バルクルさん、ミニアは相性悪いけど。水の精霊以外いんのかな。まあトエロス使ったら出てこないだろうな、さすがに。もう今更経験しちゃったとこで、これまたどっかで壊れんだろうな。
スだろう。いや、シンシアがやっぱりあれだね、まあ攻略の鍵っていうかさ、なんだせっかくで何やり直してまたここまで来たのにさ、一回の戦闘で待て、上の階上がらしてよ。誰？うわ。とりあえずこれやっとかないとまずい。一回倒したいよ。これ以外出てくんのかな？今回じっくり回るパートだね。まさかまだダンジョンあれ倒してなんか、終わりなんかなと思ったらそうでもなかったよ。ビッグバーンいいね。ギガスラも効くね。ガスラの方がいい。死の踊りってもうユバールの民かなんかかな。まあどっちみちリセットをしてもいいや。これはあの MP 温存しときたいからね。とりあえずどんな敵いるかさ見たいじゃん。強っ。アリーナじゃダメになってきたか。あいつ何やってんの。ザウラルとか意味わかんなくない。強っ。え、これ神様とかいる。もしかして精霊いるってことは。ああ、奴隷兵士。あ、呪文しか聞かねえだけこれ。しびれて動けなくなる。あ、そういう効果があるのか。 HP 耐性強くなかったよねこれね。なんかアイテム落としたりしないのかな。あー、これはダークドレムいた場所残念。ちょっと待って、いやらしいけど下の階トエロス使っても出てくる。なんで2匹なんだよ。しかもよ、おかしいでしょ。祈りの指輪いっぱい持っていった方がいいな。下の階回りたいよね。だから、なんか HP、これ自動回復ついてる。もしかして。さっきとか効くかな。え、さっきより弱いぞ。だってこっちの階回ってないんだよね。
なんかないかい。あ、あ、ここから来たんだっけ。まあ一応聞いてるかもしれないからね。グレース城だね。ダークドレム、いいのかな。は？何この並び方。何ゴールドマン土偶ってよ。まあ聞くね、ビッグバン。やっぱビッグバンは偉い。あーんだよ、剥がし目とかやめろよ。動けないかな。田舎通りやめとダメだな。今アリーナを先頭に置いてる時点、あーんだ、一歩遅かった。まあちょっと減らしてから一回出してみた。ザコじゃないもん。ここ何いんだボス。あれ以上のいんの。そのもうさすがに無理だぜ。まあまあ体験だからね、今回はね。やっぱ逃げたりするのもいいのかもね、ここはね。だけどやだ、逃げない、絶対逃げない。入れ替え、まあできるだけやってみっか。あれ、メガザルの腕は持ってないし。間に合わない。あー助かった。あー怖いよー。この上何人だろうね。
真ん中倒してくんないかな。あ、いけたいけた。地獄だなここ。なんか何も落とさないね。なんかすげえの落としそうな気ですけど。トヘロス聞くとこと聞かないとこあんのかな。何？何？誰誰？アイスソード。ガラハドがいる。助けて。まあいいや。これリセット押すからね、どっちみち。今回こんなんでは無理だから、ちょっと温存しながらね、行きますね。まあちょっと先に何があるかだけ見よう。どっちみちこれリセット案件。3回で逃げれるからね。さて、ちょっと体験版です。こいつは何がいいんだろう。アイテムいっぱい使っちゃったじゃん。だから嫌だからあれは。だから奴隷兵士とか、あんなん戦いながら来れば、温存はしながら来れるのかなってちょっと思ってるんで。ボスでしょ、これ。あら、あなたたちもコンテストに出場するつもり？せいぜいは恥をかかないようにすること。誰マーニアとラゴスがいる。マイヒメ芸人って何これ。ちょっと待って、やってくることは何やるの。かける2って何だよ。ちょっと待って、まあちょっと待って、逃げなきゃよかったか。まあいいや、ちょっと戦ってみて、負けたら次回またやろうね。何マイヒメ芸人って。ツバメ返してこっち何もしてないですけど。芸人先倒すんかな。強くね。ちょっと待って。なんだこれ。芸人ってほっといてもいいのかな。なんだ芸人ってよ。回復こまめにやって、ちょっと待って、一回ちょっとやり直してここ来んね。ボロボロの状態で逃げたのがなんかちょっとやだから。なんかリセットしてさ、来たらこんなんでできたゴールデンスライム。何それ。ちょっと待って、嘘。もう皆が通る、あんまり意味をなさなくなってきてるよ。アリーナよりピサロの方がいいのかな。まあ、新モンスター出てきたらまた収録しますけどね。ゴールデンスライムやって。
と、ツバメ返しってこれなんなん？あー、やめろよ。あ、食らうんだね、ゴールデンスライム一応ね。ビッグバンってやっぱ大事だね。祈りにペアいっぱい持っていって、あそこで、やり直せばいいのかな。まだ手使ってきたし。とりあえずさ、生き返らせるのも大事だけど、回復しないとやられるから。ガラハドこれで倒したでしょ。アイスソードって。オッケー。雑魚キャラだからね、これ意味わかんねえ。イガスラも聞いたな。そういや。何だったんだあの敵は。本当に、あ、こっちはないわ。まあアイテム使って回復するしかないか。あ、嫌だ。はい、ここまで来て、祈りの指扱いながらね、まあ、万全を期してますけど、次回こいつちょっと戦ってみよう。まあ、あのような意味わかんないのがいるんで、トヘロス使っても出てくるんで、まあ、逃げるの嫌な人はね、まあ、戦いながら来るしかないんでね、まあ、祈りの指はいっぱい持った方がいいかな。そうすればなんとかしのげるね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしちゃうけど、すごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。